アンテナが腫れてない人は多分売れないなっていうのは、この言われても腫れるものじゃないから、やっぱ腫ろうという気持ちがもともと持ってる人は、多分技術がなくてもトークがなくても多分それは後からついてくる。何か悪いことがあったら人のせいにしてしまう。でも何か自分がこう実績を上げれたり成功したことは全部自分のおかげ、自分の功績っていう風にこうベクトルがいいことは全部自分、悪いことは全部他の人に向いちゃう方は売れない人の傾向に多いのかなっていうのが多くって、それ今言うみたいなつぶやく人とかいるじゃないですか。なんか分かる、そうちょっとかまってちゃんみたいな人がちょっと苦手で、そうですね、かまってちゃんみたいな、まあ要するに売れないですよね。今回の番組は輝く女性美容師ぶっちゃけ女子会です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、素晴らしい皆様に、お集まりいただいております。かなさんどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、私は静岡県浜松市というところで美容室を5店舗ほど経営させていただいている河合かなと申します。お願いいたします。お願いいたします。今日はですね、全国の輝く女性美容師の皆さんに集まっていただいております。まずはですね、そんな皆さんに、一言ずつですね自己紹介をお願いしたいと思います。はい、東京の青山で美容師をしております、樋口泉です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大阪で、大阪のアイドットで、美容させてもらってます渚と申します。お願いします。はい、お願いします。三重県と、あと大阪で、美容院、あと飲食もさせていただいております。私は今現場で美容師をしております。カブログループの、代表しております佐藤真由子です。よろしくお願いします。お願いします。同じくカプログループの、アイリスト専任でさせていただいておりますゆきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。岡山でリオスという美容院を経営しています。主にサロンワークメインでやっております。よろしくお願いします。名前言った？言ってます。よろしくお願いします。はい、というですね、素敵な5名のゲストの皆様、そして僕とかなさんで、はい、この番組を、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ということでですね、今日は本当に皆さんが思うことをもう楽しく、もうぶっちゃけもうここで話してるのを撮ってるぐらいの感覚でやっていきたいと思います。まずはじめにですね、こちらドン、それぞれのですね、皆さんの現在の働き方、いろいろな経営をしながらサロンワークをされている方とか、ママさん美容師としてお子さんを育てながらサロンワークをされている方など、いろいろな輝くステージをお持ちなんですけれども、うん、その働き方をちょっといろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、まゆさんニヤッとしましたね、うん、じゃあまゆさんから、はい、どのように今1日働いて1週間どのようにしてらっしゃるか。はい、私は子供が今5歳と9歳なので、朝はお弁当作りから始まり、子供を見送って保育園を送って、で出勤して朝礼して、でサロンワークをオープン9時なんですけど、で5時45分ぐらいまで働いて6時にお迎え行ってっていう働き方。ああ、なるほど。週何日お休み？週はもう高休日のお休みなんで。なるほどですね。そうですね。大変だなって思うこととかって逆になんかあったりするんですか？楽しいよりめっちゃ大変、今のライフワークバランスの中で。もう全然大変じゃない。好きなことをやって、それがお商売になってて。うん、で子供もすくすくと育っててっていう感じなので、もう本当に美容師ってまだ私全然ゴールにも達してなくて、まだまだガンガン行くぜって時なので、まだまだもっとやりたい、もっとなんか頑張りたいみたいな感じだから、全然なんかないです。素晴らしい。あ
今日はぶっちゃけ女子会ですので、うん、僕は最初聞こうかどうか迷ってたんですけど、まあ皆さんのですね、まあキャリア的な部分であったりとか、まあご年齢もまあ、もうぶっちゃけ突っ込んでいこうかなと思ってたんですけども、まゆさん今おいくつですか？41でございます。あ、41。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次はゆきさん、はい、どうでしょう。私はもう現場でバリバリサロンワークっていう感じなので、平日ですね、うち月火が定休日なので、水木金は営業後は、スタッフのレッスンですねに入って、土日は今外部でコンサルに入らせていただいているサロンさんとかがあるので、そこのフォローだったりだとか、あとはこのディーラーさんだったりだとかと打ち合わせっていう、お打ち合わせの時間をいただいてっていう感じで、はい、働いてます。ありがとうございます、はい。ちなみに今日のご参加者ゲストの中でハサミのを持つ美容師さんではないのは、まあ、ゆきさんだけになりますね、はい、アイリストさんになりますので、はいはい、アイリストさんでこうサロンワークをしながら、そういうふうに他の日はこうしておられるという形になりますね。はい、はい、そうです。はい、それは結構あれですね、どうでしょう、結構仕事ずくめな感じもあるのかなと思うんですけど、このエンジョイとビジネスのこうバランスはどうですか、はい、ちょっとビジネス多めですとか、そんなのないですか？なんかもう本当にすっごい、まゆさんと一緒なんですけど、仕事がめちゃくちゃ好きで、もう呼吸なんですよ。仕事は呼吸ないと生きていけないし、かまど炭治郎みたいな、どんどん出てきますね。ちょっとレベル上げてみましょう。ちょっとなんかブラックやばい。顔真っ赤です。仕事です。本当に大好きなんで、なくてはならない、生きていく上でなくてはならないですし、もう本当当然の自分の中で、はい、なので楽しんで仕事しているので、もう全部なんか表裏一体というか、はい、なんかこうパキッとは分けてないかもしれないですね、はい、全部ひっくるめてって感じです。なるほど、はい。ちなみにゆきさんは、はい、How old are you? あ、33歳です。33歳、はい、ちょっと言い方変えてみました英語に。英語に。なるほど、わかりました、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ次はまゆこさん、お願いします。はい。私はもう、ほぼ現場なので、うん、模型の仕事はもう1ミリもしてなくて、私は、はい、1ミリも、ほぼというか、1ミリも。森越っていう代表、一緒に共代表してて、でも私はもう完璧にも現場なので、うん、もう現場し、サロワークして、で、その後時折レッスン、もう今みんな後輩の子たちがレッスンも見てくれてるので、うん、でちょこっとデスクワークとかして、多分一番私働いてないと思います。応援してる。でゆきちゃんとかすごい、もう終わった後にすぐ飲みに行こうって言うんですけど、大体仕事打ち合わせがあってとか、ズームがあってなんで、あ、応援して結構応援するのは得意。本当はもうちょっと飲みに行きたい。飲みに。でも待ってます結構。ああ、なるほどですね。待ってください。はい、9時ぐらいから。あ、9時ぐらい。はい、感じですね。あとはもうほとんど本当に休みの日はセミナーしたりとか、うん、あと本当に遊んでもらったりとかっていう感じで。うん、なんか昔ほどその本当にお二人が言うみたいに、仕事がちょっと仕事じゃなくなってきて、趣味の域に入り始めて、もう好きじゃないですか、皆さんもね、お仕事が。もうそれがしたくて起業したみたいな感じですね。そうですね。なんか自分のやりたいことをもうやりたいっていうので、まあ独立はしたんですけど、やっぱり独立して、ね、サロンワークと経営者一緒にやってるっていうのはもうすごい尊敬でしかないんですけど。目がガン決まりですよ。ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございます。まゆこさんの今年齢は？年齢は幸せ4倍の44歳です。幸せ4倍かけですね。かわいい。いやね、かわいい。はい、ありがとうございます。では渚さん、すみません。はい、私はですね、朝5時に起きて子供と2時間遊びます。今ちょうど今月1歳になる子供がいるんですけど、なんかすごい早いんですよ、起きるのが。で、いや、これはもう頑張って朝時間取ろうってなって起きて、今だいたいお店に8時ぐらいに行くんですけど、でそこで多分11時まで自分のこうクリエイティブの仕事をやって、そこからサロンワークですね。
で、だいたい6時過ぎぐらいにお迎え行って、でそっから1回8時ぐらい寝かしてっていうのが入ってきますね。はい、すごい。ヘロヘロならない？いや、もう最初ヘロヘロすぎて、でももう超妥協してます今。どこを妥協するんですか？あの、本当は夜そこからこう、今は結構シーズンなんですけど、結構コンテストだったりとかセミナーの仕事があるので、本当はもう旦那帰ってきたら12時から店行くみたいな、夜か朝かっていうどっちかですね。でその G シーズンじゃなかったらまだ家でやるって感じですね。はい、すごい、皆さんやっぱこうバリバリですね。すごい、はい、何々でもとはいえ11時ぐらいまでお店もいるよね。あ、いますね。今はね、結構もう夜中までやってます。私は知ってる。知ってる。裸やのかと思って。すごい。え、じゃあ一回帰ってから朝行く。はい、もう一回寝かして、もう一回行くって。ね、練習を、はい、見られてた。で、まだ多分もう立場が、まだまだ私もやらないとあかん立場なんで、はい、まだちょっとやろうかなっていう。はい。ありがとうございます。はい。はい、ちなみに、渚さんは今、御年、おいくつになられるんですか？はい、33です。あ、33、はい、なるほど、同じです。同級生いましたね、ここに。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、では最後の泉さん、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、私は、今お店の定休日がだいたい月曜日が定休日なので、うん、まあ、月曜日お休みしてて、で、まあ、平日は出てて、土日はだいたい土曜日に月に2回ぐらいしか出てないです。で残りが今、普段やってるのがサロンワークと、あとお店全体のプレスっていう業務をやっていて、まあ、まあ、社長をはじめ、まあ、スタッフ全員のマネージメントというか、まあ、そういうものをしていて、まあ、セミナーだったりとか、まあ、撮影だったりとか、まあ、広告とかだったりとか、まあ、いろんなお仕事のやり取りをしているので、まあ、サロンワークの時は、まあ、大体5時とか6時ぐらいに帰るんですけれども、うんうん、あとはまあその通勤途中とか、あと家に帰ってからとか、まあ、メールの返信したりとか、まあ、請求書作成したりとか、まあ、いろんな多岐にわたりますね。まあ、でその時にはそのまあクレーム対応したりとか、まあそのまあサロンワーク以外にもまあちょっといろんなことをしていて、なのでサロンに出てる時間は多分ほんと短いので、多分ほんと皆さんより多分一番働いてないと思うやってる業務がちょっとまたそういろいろなので、はあ、まあ、サロンワーク以外でやっぱそのいろんなことをやりたいっていう、仕事をしたいっていう子が多くて、やっぱそういう子たちのために、まあ、どうやってやったらその子たちがサロンワーク以外で輝けるかっていうのを、まあ、常に考えていて、でスタッフを、まあ、より輝かせてあげるような今お手伝いを、まあ、自分もやりながらそのスタッフのお手伝いをしてる感じです。だからなんかスタッフのなんかマネージャーというか、だからそういうのをやってます。マネージメントの、はい、女神様。そうですね。だから今あのピッシュっていう会社では普通にあのトップスタイリストで やらせてもらってるんですけど、そういうマネージメントの会社 あの今年から取締役をあの会社で任せていただいて、あのやってます。はい、美容師さん、そうですよね、はい、秋元康みたいな。そうです、そうです、そうです、そうです。女神でもあり秋元康氏でもあり、48ではない、はい、あので全然なんですけど、アピッシュ48だから、まあ、代表その、まあ、代表の坂巻はじめ、まあ、いろんな子のなんかそういうサポートができたらなと思って、でやっぱり自分も今までいっぱいそういう仕事をさせてもらってきたので、でまあ、そういう子たちが、まあ、それこそコンテストに出たりとか、まあ、いろんなところで活躍できるなんか手助けっていうか、まあ、そういう道を今作ってる最中です。はい、素晴らしい。やっぱり今こうね、かなさん、こう皆さん話聞きながら、うん、はい、立場もこう環境も違うんですけども、うん、輝き方も違うっていうのをこうまず感じさせていただきましたね。はい、だからもうなんかやっぱり女性美容師さんの活躍の仕方ってやっぱ無限大だなっていうのを、うん、あの感じるこの1テーマ目でございました。ちなみにあの泉さんはですね、あのご年齢はおいくつで今？私ですか、今年あの最後の40代、49歳になりに、かわいすぎる。これさっきも、もうすみません、事前に聞いてしまったので、どよめきが、はい、来ましたね。本当に、もうみんな若くて、でもやっぱりこう、ね、こう、この自分が今いくつで、で、もうすぐいくつってなると思うんですけども、なんか希望
ですよね。ね。そう。本当に。この輝いていけるっていう希望であり続けてください。はい、はい、ありがとうございます。読も、はい、とかもやればいやいやいや、まあうん、モデルさんみたいな、いやできない、売れる、かわいい、うん、はい、ということでですね、あの盛り上がってきたところで、あの次のトークテーマに行きたいと思います、はいはい、ちなみにこれあのマジさんありがとうございます。岡山育ちのシャインマスカットをいただいておりますので、こちらをいただきながら話していきたいと思います、はい、ではドン、こんな美容師は苦手、こういう美容師さんは売り上げが上がらない、こんな美容師さんが売れるんじゃないのというぶっちゃけ個人的に思う人の傾向ですはい、ということで、これも本当に個人的に思うことで全然構いませんので、うん、あのぜひいろいろお聞かせ願いたいと思います。もうここはもうまず私が言うわよというのを手を挙げてお願いします。はい、じゃあまゆさんお願いします目合わせてましたから僕、売れる、そうです、売れる、そして売れる、売れない、売れる、売れない、売れる、売れる、売れない、売れる美容師さんは、はい、やっぱ引き出しの数、あの経験の引き出しの数が多ければ多いほどだと思ってて、でさっきも言ったように、なんか私もそうなんですけど、オンとオフに別にないんですよ、オンとオフが。でそのオフの日もずっとなんか、あこれ今度この本スタッフに話そうとか、あこの映画あの子に伝えようとか、うん、あこの感じインスタに作ろうとか、なんかいつもなんかアンテナがビンビンみたいな感じなので、うん、そのアンテナが腫れてない人は多分売れないなっていうのは、うん、もうアンテナあんた腫りなよって言っても、うん、言われても腫れるものじゃないから、うん、やっぱ腫ろうという気持ちがもともと持ってる人は、多分技術がなくてもトークがなくても多分それは後からついてくるもので、うん、アンテナが腫れてる子は多分絶対売れるなっていうのはいつも思います。なるほどですね。皆さんもう一様にうなずいておられますが、ね、本当その通りだと思います、はいはい、どうでしょう今の話に対して、じゃあ真由子さんどう思われますか。私、はい、そう、もう本当そうおっしゃる通りですよね。会いたい人になるってことですよね、結局あの本当にね、美容師って経験値なんで、うん、もう技術なんて1年目の子があるわけがない、うん、でもその子たちがじゃあ売れっ子になるって言ったら、うん、その入らせていただいたお客様がいかに自分に会いに来るかっていう、うん、魅力ですよね。そうで、それで言うと、なんかこう今の美容師ってそのコロナ明けてから結構こうポジション変わったじゃないですか、うんうん、なんかこうコロナになってからあの休業ならなかったですよね、美容、うんうんうん、で美容師の存在って多分そう心のケアができるポジションなんですよ。でするとじゃあどこ行っても髪は切ってくれるしカラーもしてくれるわけで、うん、じゃあそこのスキルって今みんなうまいじゃないですか、うんうん、でそれってお客様が選ぶものなんで、うん、あのうまいか下手かは、うん、なんでとびきり上手な人でも、うん、じゃあ誰かを切った時に、うん、じゃあその人からは選ばれないかもしれないけど、うんうん、会いたい人ってやっぱりそのいろんな知識を持ってたり引き出し持ってたり、ね、何かを聞こうとか、まゆさんのところに行ったらいつも新しいものをこうインプットできるみたいな、ね、そういう人がやっぱり売れっ子に私もなると思います。だから美容師さんだけじゃなくても居酒屋とか行ってもうわこの子うちに欲しいみたいな、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、頼れる美容師にできるみたいに、はいはい、分かります。だからやっぱりその技術運動よりも人、うん、人、うん、まあそうですよ、いやーすごい、ね、やっぱり人ですよね。会いたいと思わせる魅力を自分で分析して、うん、それを発信することをお客様にリアルにできる人っていうのが、うん、多分売れるっていう共通認識なのかなっていう、うん、そうですね、ところですよね。そこまでそう自己分析して戦略的に、うん、心理的にやることが本当にこう
キャッチできるっていう、うん、であとやっぱホスピタリティでしょうね、思いやり、こう来たお客様どんだけ忙しくても細かいところに気づいてあげるとか、やっぱりそういうところで記憶に残る人になって、うんうん、髪切ろうってなった時に、あ、じゃあ大々さんのところに行こうっていう風になります。だって信号の数よりも美容院って多いんでしょ、うん、ってなると美容師さんどんだけ多いのっていう話じゃないですか、ねえ、ってすると本当皆さんすごいです、本当に。それこそ渚さんのね、こう渚さんも今ね、はい、クリエイティブディレクターじゃないですか、はいはいはい、ね、やっぱそういうふうにそういう売れる美容師さんを、うん、まあ言うと指導してあげる立場でして、はい、今の話とかも含めてどう思われますか、うん、そうですね、なんか結構ジャンルって結構いっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、で例えば私も昔その売上とクリエイティブを並行している時があって、うん、でもその時に数字が伸びない時あるんですよ、うんうんうん、で多分そういう美容師さんって結構デザイナーサロンに多かったり結構するんですけど、なんか本当マインドはいいんですよ、すごいいいけど、結局そのお客様に寄り添うというか、そこがやっぱ欠けていると合ってこないというか、なんか一般的なスタイルを求める方って結構多いじゃないですか、でもおしゃれのジャンルは少ないんですよね、やっぱり。でそこに、まあ、どう受けていくかというか、まあ、諦めずにやっていくかなんですけど、なんで結構あの売れたいっていう美容師はやっぱり早くに売れたかったら、やっぱその一般受けを狙ったりとかっていう方法もやっぱあるんですよね。でまあちょっとおしゃれとかこうみんなと違う感じはもう超越してやるしかないっていう、同時進行するしかないっていうので、こういろいろこう幅を広げていってるんですけど、私もどっちかというとその一般受けからスタートしてないんで、結構その売れない時期みたいな、自分はこんだけ思ってるのに結局お客様がその母数も少なくてっていう、そこからこうブランディングするのが難しくてっていうにはなってくるんですけど、今やっぱりそれをこう覚悟して継続できるっていう力があれば大丈夫かなと思います、ね、はい。覚悟して継続っていうのと新たなワードが出てきましたね。はい、渚さんはうちのスタッフ の同期、あ、そうですね、同期なんですね。でも昔からの努力はもう群を抜いてたって聞いてます。なんかクリエイティブの人ってもう努力をどれだけ続けられるかって思ってるんですよ。だって全然誰も見ないじゃないですか、はいはい、そうですね、賞を取っても翌年にはもうみんなもう、ね、目線がこう自分に向かわないので、うん、それをやり続けてそれでサロンワーカーにもっていうのはもうすごい、うん、いやー、すごいですよね、さすがですと思いました。悩んでる方が多分多いイメージがありますよね。そうですね、まあ、もう僕もやっぱ美容ディーラーしてるとクリエイティブな部分を追求して、でも売り上げがついてこなくて悩んでる問題はもう10年以上前からやはりこれはもう男女問わずに、はい、ずっと昔からですよね。ずっと昔からです、うん、やっぱあの職人の世界とこう、うん、接客業の世界の美容さんって両立ですもんね、うん、はい、だからそこのこう視点抜刀といいますか、うん、ずっとございますよね、うん、はい、そこで私ちょっと今アイドットにいるんですけど、うん、そのアイドットってすごいこうサロンワーカーが多いんですよ、うん、でそこと一回自分のクリエイティブと合わさった時にどうなるんかなと思って、うん、なんかその今までちょっと希望がなかったものを作り上げたいなっていうので今回あの一緒にやってるって感じです。あ、そこが一番の思いなんですね。化学反応、化学反応起こす起きますね、起きます。ありがとうございます。ちなみにこう泉さんはですね、はい、まあ、それこそもね、こう教育者プレスとしても、うん、もう本当に今まで数限りない後輩を、まあ、見てきたと、はい、で外部のいろんな売れる美容師さんとか、うんうん、あのちょっと苦労されてる美容師さんともあのすごく見てこられたと思うんですけど、このテーマに関してはどうですか、はいはい、ズバッとお願いします。やっぱりなんだろう、自分のことしか考えてない人っていうか、うん、あのすごくあのもう自分が一番みたいな、うん、なんかお客様がこう例えばこうしたいとか言ってても、いやいやもうこうだよみたいな、なんかこう自分本位な方っていうのはやっぱり伸びないのかなと思っていて、やっぱりこう寄り添いながら、まあ、プラスアルファででもこうした方がいいんじゃないとか、やっぱそれさっきの、 あの引き出すとあのつながると思うんですけれども、やっぱりもうお客さんのなりたいと、まあ、似合うってまたちょっと違うと思うので、そこででもこうだけどこうだよとか、なんか本当にこうやっぱ引き出しが少ない美容師さんとかに限ってやっぱりこうね、多分ね、こ、いやもうこれだよみたいな、大きく見せますよ。なんかそう、自分はやっぱ大きく見せたりとか、あとはその
喜怒哀楽の激しい人はちょっと私は苦手かなって。あれ誰でした？哀楽はいいんですよ。哀楽合ってます？哀楽違うか。こうハッピーな感じはすごいいいんですけど、なんかあれ今日めちゃくちゃテンション低くないですかみたいな感じの美容さんとかいるじゃないですか。あれ昨日めっちゃ良かった感じとか、あのですね。なんか SNS とかもか、そうですよね、 SNS とかも見てても気づいてほしい、それ今言うみたいなつぶやく人とかいるじゃないですか。ああ、なんか、はい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 、なんか分かる、そう、ちょっとかまってちゃんみたいな人がちょっと苦手で、そうですね、はい、かまってちゃんみたいな、はい、まあ要するに売れないですよね。すごい、なんかいろんな人が見てるのにそういうマイナスな発言しちゃうんだとか、でなんかみたいな、ハマってちゃん売れないですよ。やばい。自分の話ばっかりする人とかね。はい、あ、そうですね。はいはい、はい、新ね、新規とかで初めましてお客さん、自分のファンではないのに、はいはい、今日こんなことがあって知らんしって。そう、そうですよね。あの東京で修行して岡山帰ってきた時に、はい、岡山で一番人気のサロンはどこかなみたいな感じで、うん、お客さんで行った時に、はい、なんかこう。ショートボブの写真を見せたんです、うんうん、これにしてくださいって言った、はいはいはい、うん、オッケーオッケーって閉じられて、なんかカット中ずっと自分の嫁の話をされて、そもそもあなたに興味ないのにお前の嫁はもっと興味ないで、で最終仕上がったのが兵藤由紀になった、そういう人に限ってね、なんかちょっとなんか自分で押し付けてくる感じで、でもクレームですよね、うん、泣いて帰って、うわ、それ男性多くないですか。いや男性、男性ですよね、それ、うん、男性多いですよ、ね、今の時代ね、あれですけど、でも多いですね、多いんです、ちょっとあの男性美容師に なった多分きっかけが、多分有名になりたいとかっていうのが多いですから、うんうん、女性は、うん、なんかこうこの人綺麗にしたいとか、うん、寄り添える美容師になりたいっていう、うん、もう最初入り口が違うので、うん、もうそうね、だからちょっとステージを間違ってることが、うんうん、そうですね、はい、そうですよ、私すぐあの自分の会社とか自分の奥さんの話をするなって、ね、私たち知ってるじゃないですか、知らない人は、ね、あの分かんないですね、そうですね、あの逆に僕あのこれあの実はある方に聞いた話にもあるんですけど、はい、あのだからこそ男性美容師さんが丁寧に やったりとか、ね、あの優しくて気が利いたりすると、うん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 、余計に倍ほどよく見えるっていう、ね、いう話を、ね、聞いたことあります。でもなんか無駄な時間多くないですか、男性。あのやるときとかめちゃめちゃ分かります。もうその1分をこっちに使ったらもっと仕上がりのお客様も満足するし、早く帰るし、そう早く帰りたいとか思ってるけど、すっごいなんか、うんうん、私もなんか他の美容院とか行ったりするんですけど、たまに、え、おっそって思ってなんかわかります。いや、もうすみません、あ、もういいです、巻きますか、あ、大丈夫です。なんて言うんだろう、なんかそのなんか女性のあれとちょっと違いますよね、うん、なんか求めてるものっていうか、そう思ったら売れてる人って早いですよね、早いです、早いです、無駄がない、無駄がないから、バタバタしてて無駄がないですよ、うんうん、でもなんか男性と女性の脳はそこが圧倒的に違うから、女性は家事ができるっていうらしいです。そうなんですね。あの10あることを、じゃあ10やってくださいって言われた時に、うんうん、女性は並べれるんですって、うん、あれとこれとこれ、あ、じゃあこれしようって、うん、その男性はできないらしいですよ。へー、やべえって言われても、だから片付けとか家事ができないらしいです、うんうん、そうそうそう、ね、女性マルチタスクって言いますもんね、うん、そう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 、一気に特にあのお子さんとか生まれてる方は、うん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 、まあ、IQ とかもバーンってこうできることが増えていくので、こう一気にバーンって進めれる人が多いです、うん、でもそうですもんね、いかになんか、ね、確かにご飯とか作る時もいかになんか短い時間で、うん、効率みたいですね、うまくり上げますもん、ちょっと今もうこれやってこれやってこれやってみたいな、もう無駄な時間ないですもんね、うん、そうですよね、というところでですね、はい、ここで次はゆきさんに、まあ、ゆきさん言わなさそうなので、はい、あえてちょっとこういう人が売れないよっていうのを美容師さん、アイリスさんも含めてお願いしてもいいですか。はい、はい、まあ、あの泉さんのお話とも少しあの被るところがあるんですけど、こうあの他責の人ですね、何か悪いことがあったら人のせいにしてしまう、でも何か自分がこう実績を上げれたり成功したことは全部自分のおかげ、自分の功績っていう風にこうベクトルがいいことは全部自分、悪いことは全部他の人に向いちゃう方はちょっとこうあの売れない人の傾向に多いのかなっていうのが多くって、で
で、あとはこう私たちのお仕事ってこう流行りが常につきまとうと思うんですけど、そういう時代の変化にこう柔軟に対応できない方、なんかこうみんなやっぱりこう技術者なので絶対譲れないシーンっていうものはみんなあるんですけど、ここの部分を変えろって言われてるんじゃなくって、この周りのまとまりついてる部分を変えた方がいいよっていうアドバイスをいただいた時に、かたくなに変えれない、自分はこうあるべきだっていうところを変えられない人はやっぱりどんどん取り残されていってしまう。でそういう人ってめちゃくちゃ本当にこう強い人が多いので、こうしなやかさがない方っていうのはもう柔軟に対応ができないから、何かあった時にもうポキって折れちゃって、実は私がそうだったんですけど、もう本当にごめんなさいね、本当にたくさん本当にあのご迷惑をおかけして、本当にたくさん愛ある言葉をいただいて、ようやく今あの少しずつ柔軟に慣れてきてるかなっていうのはあるんですけど、もう当時は本当にすっごいもう一本木というか、もうこれじゃないとダメっていうのが強かったんで、めちゃくちゃもうあの的を得てるアドバイスをいただいてるのに、もう自分が完全に否定されちゃったって思って、こう言ってるもんだからもうすぐポキって折れちゃって、でも今はそのたくさん皆さんから愛あるお言葉をいただいて、ここが柔軟になったので、いろんなことにこう、あの耳を、ね、傾けれるようになったというか、本当ありがたい、よかったね、ありがとうございます、すごい大事なことで、僕できてないからあのいつもイメージしてるんですけども、こう 竹のようにですね、はい、こう精神に切れたらすごくいいんだろうなと思います。節があってなかなか折れないんですけど、非常に柔軟にこう、何でしょうね、こうしなやかに揺れるというか、まあ、そういうようなところですよね。ポッキーのようにすぐポンって折れてたらですね、自分も周りも結構迷惑に、そうなんですよ、結構再生不可能ぐらいまでパポーンって折れちゃうので、いやこれすごく、今の話やっぱり結構美容師さんだけじゃなくても結構ですね、男女ともに、まあ、男性が特に気をつけた方がいいこととかも、まあ、あったとは思うんですけど、すごいご参考にあのなりましたけど、カナさんどうですか、今経営者でこうあの感じて、いやでも私もずっと美容師をやってきての経営者で、まあサロンワークもまあ全然ちょろちょろ出るので、やっぱりでもあの皆さんが言われてることにプラスアルファで言うならば、圧倒的にお客様と楽しく過ごせてない人は売れてないですね。私あの美容師にすごいなりたくてなったタイプの美容師じゃないんですよ。どっちかっていうと、お客さんで行って美容師さんになりませんかって言われて、えっていうもうめっちゃ嫌な方の絵から始まった美容師なので、逆にお客様が来店していただいてから満足するまでに何ができるかな、その時にそこでアルバイトさせてもらうようになったのが高校生だったんですけど、満足ってお客さんが喜ぶ顔をしたら満足なんだなって単純に高校生だから思ったんですよ。私はずっとそのまま、生きてきてるんですけど、あの開業してすごくありがたいことに大繁盛をさせていただいて、店舗展開に至ったんですけれども、やっぱり私はお客様と本当にすごく楽しくさせていただいたなっていうのが、あのスタッフにも伝わってたので、ここのお店ってすごい楽しいお店だから働きたいで、求人にずっと困らずにやってこれたっていうのもやっぱり大事だったなって思いますし、お客様にもやっぱりこうお叱りを受けるっていうこともすごい大切なことだったなっていうのも、あのちゃんと素直に受け止める、お客様に怒られたら本当に申し訳ないですって謝るとか、当たり前のことを当たり前のように、まあ、凡事徹底っていう言葉ありますけど、それが私は美容師さんの心持ちとしては一番必要なことかな、売れるっていうことに関して、うん、ありますね、はい、ですね。だからお客様も趣味趣向も、ね、こういろいろありますし、でそこに対して自分たちがどう追求するかっていう、ね、ところもまあやっぱありますよね。で今総じていろんな話で言うと、その技術を追求するっていう部分と、やっぱりお客様に喜ばれることを追求するっていうこの二軸があって、両方ともやっぱりこう、まあこうね、こう精進していくというか高めることがすごい大事だっていう、でそこに対してあの皆さんこうやっぱりこう歩んできたところが違うので、あのあれですね、あの結構話がこういい意味でこう違って面白いなっていうのはあの思いましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、皆さんぜひですね、あのそういったいろんな方のあの話を参考にですね、まあ、ぜひ
こう今後どうしていくかってここを参考にしていただければなというふうに思っております。ありがとうございます。右往左往しながらもこういろいろやってで帰ってきて子供が勝手に寝てるの見てるとなんか本当に母親失格だなと思って目の前のことを全力で何事も手を抜かずに向き合っていけば結婚しようが出産しようが絶対に自分が活躍できるステージっていうのはあってみんな多分頑張ってると思うんですよ。多分生きてるだけで多分頑張ってると思うんですねなのでそれプラスアルファちょっとだけ頑張ることによってやっぱり人生100年楽しいいろんな人生が送れるかなって思うので